散々手こずらせてくれたけど、さすがにこれだけの人数を相手にするのは無理だったようね。卑怯？それは褒め言葉として受け取らせてもらうわね。みんなはもう下がっていいわよ。ご苦労様。後でご褒美をあげるから、各自持ち場に戻っててちょうだい。さて、それじゃあ、仕上げに入らせてもらいましょうか。二人っきりになってやることと言ったら、知ってるでしょ？そう、耳かき。あなたも、この耳かきに屈して、私たちの仲間になるの。さあ、膝枕をしてあげまして。正義のヒーローくん。今までの自分とお別れする覚悟はできた。さあ、耳かきを入れていくわよ。ああ、いい反応。やっぱり、この瞬間が何よりも楽しいわ。私の耳かきを初めて受けた感想はどう？すっごく気持ちいいでしょ？隠さなくても、顔に出てるもの。このまま負けたくないという思いと、耳かきの心地よさが、心の中でせめぎ合っているわよね。その気持ち、よーくわかるわ。でも大丈夫。だんだんと、心が耳かきに染め上げられていくから。私の部下たち、優秀だったでしょ？あの子たちも、最初はあなたと同じだったのよ。みんな、私のことを倒してやるって息巻いて、向かってきてね。それでも、ひとたび耳かきをしてしまえば、従順な子分に、早変わり。そして、今日また一人、耳かきで負けちゃう子が増えると。楽しみね。いい具合に出来上がってきたかしら。それじゃあ、梵天を入れてあげる。気持ちいい耳かきの後に、ふわふわの梵天で癒されて、あなたのお耳がすっごく喜んでいるのがわかるわ。激しい戦闘の後だから、なおさら、梵天の心地よい感覚が染み渡るでしょう。ほーら、ふわ、こうやって擬音をささやかれると、だんだん意識がぼんやりとしてきちゃうわよね。ふわ。さーて、様子はどうかしら？と、あら？あなたのその目、驚
いたわ。まだ犯行の意思が残っているのね。普通ならもう完全に落ちちゃうところなのに。あなた、とっても決意が硬いんだ。嬉しいわ。だって、よっぽど私のことが許せないんでしょ？それじゃあ、せっかくだから、ゲームをしましょう。反対側の耳かきが終わっても、まだ屈しないでいられたら、今日のところは、逃がしてあげる。さあ、ゲーム開始よ。必死に抗おうとしてかわいいわ。ほんのわずかな称賛にすがるあなたの姿、私にもっと見せて。そう、私に苦しめられた人たちの思い、それがあなたの原動力なのね。なんて感動的なストーリーなのかしら。お姉さん、思わず涙が出そうになっちゃうわ。ねえねえ、その人たちっていうのはどんな人なの？どんな見た目で、どれぐらいの年齢で。あら、あらあら、どうしたの？なんだか答えに詰まっているようだけど、まさか思い出せないなんてことないわよね。はい、その心の動揺が命取り。ほーら、一気に奥まで書いていっちゃう。ダメでしょ。敵の前で集中を切らしたら、こんな風に付け込まれちゃうわよ。いっぱいカリカリしてもらえて、嬉しいわね。とってもいい姿になってきた。最後の仕上げに、ボンテンしていくわね。ねえ、あなたはこれまでずっと、たった一人で戦ってきたのよね。正義の名のもとに、毎日のように、戦闘に駆り出されて。もう、十分頑張ったと思わない？別に私は、あなたをいじめたいわけじゃなくて、ただ一度くらい自分の本当の気持ちに従ってみてもいいんじゃないって思ってるの。簡単なことよ。たった一言、気持ちいいって言うだけでいいの。それだけで、心の中のもやが、スーッと晴れていくから。ねえ、私の耳かき。どう？
よく言えました。はい、これで耳かきはおしまい。あなたは、どうする？もうしばらく、このままでいる？いいのよ。好きなだけ甘えてくれて。だって私たちは、仲間ですもの。